園生徒シド影の。次はシド影のか。いかにもモブっぽい名前だな、シド影の。ん？選択肢その1、諦めて試練に挑戦する。でもすごく強い古代の戦士が来たら実力バレちゃうしな。結構レベリングは正確みたいだし。選択肢その2、逃げる。これはボツ。魔剣士学園の生徒って身バレしている以上、生協を怒らせたって知れたら退学になるかもしれない。姉さんになんて言われるか。選択肢3、うやむやにする。どんな修羅場も爆弾が爆発すればうやむやになるって戦法よ。我が名はシャドウ。影に潜む影を狩る。